初の種類です。しかも2種類、この産卵セット一つ一つにやっぱドラマが詰まってる。材を入れてる。あれ待って、はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがグシフォンケーキいくんです。いや、具志堅ですよ。ケーキ、いや、具が邪魔だな。くそ、シフォンケーキってやつはうまいんだろうな。いやいや、ちょっとそう、もう知ってきたらもうシフォンケーキが浮かんじゃって、ちょっとカタカナすぎるな。え、でもなんか柔らかいんじゃなかったっけ、具志堅のなんか最後って柔らかいからっていうので、なんか覚えてて、シフォンケーキって柔らかいものになっちゃったんだけど。逆だね。逆？硬いってこと？そう。あ、そうなんだ。具志石つぶて。硬いけど。え、どうやって書くの？僕の剣の漢字は、お菓子の堅揚げポテトの型です。具志堅の剣ってお菓子の堅揚げポテトの型なの？知るだろ、だから。ということで、具志堅。はい。一緒に伝説作っていこう。おぉ。力入ってるな。はい、ということで。はい、今日も始まりましたけども、うん、今日は具志堅と一緒にやっていく作業、まあ久しぶりの作業になるかな。おー、最近やってないっすねみたいな感じになるかもしんない。だから久しぶりだから最近やってないなって作業を、まあ具志堅の中で思い浮かべてもらえたらわかるかもしんないんだけど。え、なんか掃除してる？夏休みとかに朝聞こえる音したんだけど母親が掃除機でいろんな場所吸ってる時の音。最近やってない作業。うん、段ボール解体。やってないけどもいや、それその確かにそうだけど、動画でやってないから段ボール解体の場所具志堅にたまに手伝ってもらったりしてたけどね。やってないっけ。いや、動画ではやってないよ。ああ、動画回してないの。あれ、いや、回すわけないだろ、撮れ高だと思うなよって俺に言わせんなよ全部を取れ高とする男にいや、あれ段ボールはね、確かにその禁止便とか、うん、マットとかたくさん届いたりするから、うん、その大量に段ボール届いた時に普段の備品入れる場所にね、片したら段ボールを畳んでいくんだけど、うんうん、それがちょうど具志堅がいる日と重なったから、うん、やってもらったりとかたまにあったけど、確かにもうあれもう1年ぐらいやってないからね、具志堅はね、うん、ちなみに僕に関しては2日前にもやったから、うん、2日前、3日前かな。うん、ああ、カメラ回してないです。回すわけないだろって言わせんなよ、何回も。18箱来てたそう、結構デカめの。まあ同じサイズ感だから詰めていくのも楽だったからいいんだけど、うん、畳んでからこうまとめるのも楽だったからいいんだけど、うんうん、いや、じゃなくて、あれ確かにやってないけど、具志堅はね、人知れずはやってるから、うんうん、安心して、それは。うん、ね、いや、ちょっと当たんないみたいなんで言います。まあ、はい、お久しぶりだなと思うと思うんですが、はい、割り出しをします。おお、久しぶりだね、具志堅。に今日、3、4回目あ、今日の動画ほぼ全部それか。今日の撮影はそうだ、オンエアされるのは知らんけど。そうか、まあ順番がね、ごっちゃになるから。うん、そうか、具志堅自体は撮影だけで言ったら今日割り出し4本目かそうだ、やってるな。そうだね、うん、ああ、まあ久しぶりにね、割り出しも動画にしときたいなっていうのがあるから、はいはいはい、ちょっと、うん、ここに来てやらせてもらうんですけど、うん、まあただ割り出し、今回初の種類です。おお、しかも2種類なんか、え、お前何種類抱えてるか、すごいね。そう、俺もわかんないよ、その冷静になったらわかんないけど、まあでも人知れず辞めた子とかもいるし、うん、類大失敗した子とかもいるから、とはいえ結構いると思うけどね、うんうん、まあ3桁はいかないんじゃないかなぐらいだと思う、種類数は。ただ今回は初の種類、うんうん、僕が初めてブリードしてる2種類って感じになるんで、うん、それひとまず出しましょう、うん、今回割り出す子たちこちらです。はいはい、こちらです。逆を、おい、あいつか、いけー、あー、ならずですよかったけどな、主人公みたいで。しかし最後、これだけみんなに伝えてほしい。めんどくさくてもフロア入ったほうがいい。いや、ミモリーじゃないわ叩き起こすわ。いや、いや、ちょっと睡眠じゃないから、一応
そう、あんなこと言い残されても。あ、ごめんごめん、これだ、ごめんなさい、はい、ちょっと行ききれなかったですけども、うんうん、でも笑いの方は行ききったみたいで、うん、よかったですが、はい、この2セット、うん、両方初で、まあ種類はもう言うか、先にグラディアトール面型クワガタ、ほう、はい、とボイレアウイシカクワガタ、おお、とても言いづらい2種類、はいはいはい、どっちか分かる、なんか記憶ある、ボイレアウイシカクワガタ、おなんかね、福袋、あーすごいすごい、そう福袋に入ってたやつ、そうそう、正月じゃないですか、しかも、そうそうそう、正月、だからあれはね、インセクトショップ美咲さんの福袋かな、うんうん、に入ってた中の1種類、はい、そうで、以前もね、虫舎で購入したんだけど、虫舎だったかな、まあ、購入して、うん、その子はね、ちょっと産卵失敗しちゃった、動画外で割り出した結果、うん、で、だから、まあ、今回はね、成功させたいなっていうところで、まずだから、まあ、リベンジ的な感じ、うんうん、だから今回割り出し、成功したら初って感じ、だから去年飼育した初飼育種って感じかな、うんうん、で類代は成功してないから、ちょっとここでリベンジ成功しておきたい、とりあえず割り出しは、うん、っていうので、その上のグラディアトール面型クワガタ、これは面型クワガタ分かる、カメルーンのなんかオレンジ系ですか、そうそうそう、ちょっと明るいオレンジみたいな、はいはいはい、それのね、まあ、見た目で言ったらこれはよりオレンジで、ちょっと面型、お面をかぶったクワガタっていうのが面型クワガタの由来なんだけど、うん、はい、お面感がちょっと少ないイメージ、印象で言うと、はいはい、うん、でこっちはね、クワプラで購入した子、だから俺ら具志堅は2日目に来たけど、だから初日にお買い物した子かな、おお、うん、って感じです、はい、でこの2種類を、やり始めるということになります、割り出し、うん、楽しみだね、うん、でどっちもね、ちょっと幼虫は見えてないんだよね、あら、そうだからちょっと不安要素はあるんだけど、まあちょっと、まあ幼虫がいるのを祈って、割り出していこうと思いますんで、うん、一度青く鳴らさせていただきます、せーの、はい、逆、いやあなたそんなさ生き生きされてもさ、勘弁してよ、こっち鳴るかと思いきや、うん、手前来んなよこいつじゃあいやまあすいませんね、うちの左手が本当に感じてますか、この温度差、え、どういうこと、昼と夜ってこと、何このトロ舟を挟んでさ、すごいなんかベルリンの壁みたいなさ、確かにね、俺がちょっとテンション低かったかもしれない、あー高い、逆逆、意表疲れたわいやいやいや、これが魔石歴が3年ぐらい差ある差よ、うん、この3年で魔石の差が出てきてる、離れちまってるな、うん、そう、明日ネタ見せお願いしに行こういややめろよホーム崩すぞということで、はい、和気あいあい和気あいあい言うとるんですけども、はい、これでバッチリなんで、はい、じゃあこれまず行きましょうか、うん、もう上の面型から行こうかな、とりあえず、はい、グラディアトール面型クワガタ、そうだからまだ名前もこう、ね、うん、馴染んでない、うん、これもちなみにカメルーンで、南西州のブエアっていうところだけど、普通の面型は南西州の、あ、もう読めないわ、 NYASSOSSO っていう場所だって、そう、もうちょっと英語表記で分かんないんだけど、だから南西っていう場所までは一緒なんだね、そう、それでもまあちょっと特徴が出るっていう、まあ言ってもやっぱ広いからね、うん、世界はというところのグラディアトールからやろうと思うんですが、とりあえず2個の目標、いやどうだろう、まあちょっとどっちがとかはまあ両方まとめてって感じになるんだけど、まあ、面型はね、普通通常の面型は結構産んでくれてる印象あるの、一回の産卵でバババッと産んでくれてる感じはするけど、うん、この子に関しては側面あんまり見えてないし、ボイレアウイシカクワガタも側面あんまり見えてないから、その幼虫が見えてる感じはしないから、正直ちょっと自信なさげ、はいはいはい、っていうのもあるんで、うん、まあでもある程度数がいてくれないと類代するのもちょっと不安だから、10で20、あー多く多いな、今まで日本で生産されてきた輪ゴムの数か、おい多いないやでもありえなくなさそうだなだって1個のやつでめっちゃ入ってるもんな、しかもありえるわこれは、さすがに、いやまあ知らないですけど、知らないんかい、憶測で言ってたんかい、おい、あー危ねえな油断しちまったぜ、ギリギリ、あー珍しい昔のタイプの主人公のコビじゃんあーでも確かにそれは多すぎるわ、はい、うん、20匹だね、
なるほど、うん、10匹10匹いてくれたら嬉しいかなっていうところだけど、だから幼虫が1匹でもいてくれたらおそらく、まあ、環境としては悪くなかったっていうことになるから、うん、そこ考えたら10匹ずつぐらいはバババッと産んでくれてるんじゃないかなっていう予想、だから0か10かみたいなところになると思うんで、団長もあとはもう開けてみないとわからないんで、うん、この産卵セット一つ一つにやっぱドラマが詰まってるって感じだから、うん、ちょっとやっていきましょう。はい、じゃあまず行きましょうか、綿型の方から。はい、さあちなみにこれは12月上旬に産卵セット組んでて、うん、で今が3月の下旬だから、まあ、3ヶ月半ぐらい経ってるから、うん、幼虫がいるとしたら結構大きくなってるはず、うん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 、だからね側面から見えてないからあんまり数は期待できないかもしれないけど、まあいるのを祈ってちょっとやっていきましょう。まず、はい、さあ行きます。もう上はもう取り除いてます。メスとかも星になったんで、さあ行きましょうか。入ってくれ、入ってほしいね。後ろはどうだろうね、後ろ見てないから。うわーでも見えないな、どうだ、ちょっとドキドキですが行きます。どうでしょう、はい、うわちょっと怖いな。結構通常の綿型で言うとこれぐらいになったらだいぶ大きくなってるから、あー分かんない、ちょっと側面にいてもおかしくないんだけど、じゃあ待ってみましょうか。いきます。さあどうでしょうか、はい、あーあ、いたいたいた、おーよかった、でかい、でかい、あちょっと星になってるメスの体もありました。いや頑張ってくれてました、よかった、めっちゃ大きくなってるね。そうだからみんなこれぐらいになってるはずなんだよ。うーん、そこで言うととりあえず1匹いてくれたって感じ。はい、いやよかったです。貴重な貴重な1匹。なるほど、どうだこの感じ、外はもういなそうだね。もう1匹ぐらいいてくれたらいいけど、今どこいたんだろうね。確かに急に現れた。でも1匹とりあえずいてくれてよかった。あんまり固まってまんまですか、マットが。うーん、だからもう食い荒らされてはない感じかな。そうね、だから別に結構メスも頻繁に潜ったり上がってきたりしてる感じしたから大丈夫かなと思ってたんだけどね。そう、通常の綿型とかもそんな難しくはないからその感覚でやれば問題ないとは思うんだけど、うまくいってないな。だからサイズ的にはねちゃんと結構早めに産んでくれてる感じはするんだけど、そっからちょっと産み渋ったのかな、どうだろうね。さあこっちもでもザイもかじってるからね結構いてもおかしくない気はするんだけど、さあ行きます。いっぱいいたな。今穏やかだね、いたとしたら。閉じるんじゃないよ、本じゃないんだから。そうか、ブックか。いや、本だろ、それ。あ、そうか、ごめん。ブックは本だ。ちょっとやばいな、ちょっとドキドキするね、これは。はい。いなそうな雰囲気あったけどな。さあ、ちょっとごめんなさい、閉じちゃったんですけど。いきます。いやー。一瞬通ってる跡みたいなのあるけどね。いやー。あー、でもショック。あ、星になってる。いや、幼虫。あ、幼虫、あこれ星になってるね。え、これもしかして星、結構星、あでもこの子はどれ、これ頭、そう、体はしぼんで頭が残るからうんうん、こういう感じで、あーどうしちゃったんだろう。確かに餌自体は十分残ってるからね、うんうん、星になった原因がちょっとわからないけど、なるほど、この子の食根かもな。ここは大丈夫かな、ちょっとなんか心配になってきたな。いきます、もう一匹ぐらい。結構やっぱ食根は結構あるね、がっつり。あ、今星になってたやつのやだと思うけど、こっちはどうだろう。いきます、おあとはそうは言ってもそうか、うわ、いなかったです。星になってた子、1匹でした。なんだろうね、ちょっと原因がわからないけど、うん、
結構育ってる状態だったからね、今の感じ、幼虫の頭の感じ的には。うんうんうん、うん、だからその菌とかに巻かれてとかでもないから、まあでもたまにああいうのも起きる、うんうん、やっぱ星になっちゃうみたいなことはあるんだけど、材の真ん中で途絶えた感じになってたね。だからもしかしたら三例とかその脱皮した時に脱皮不全とかになって星になった可能性もあるのかな、もしかしたら。うんうんうん、うん、いやでもちょっと、まあでもとりあえず1匹いてよかったです。はい、はい、結果1匹でした。まあでも綺麗な幼虫でしたね。いやそうね、だいぶ大きくなってくれて、こちらの幼虫メスですね。もうここに卵巣が見えるから綺麗に、これはメスです。はい、じゃあとりあえずこれ戻しましょうか。うん、いきます、せーの。はい、ということでここの土は処分しました。はい、はい、幼虫はもう先に1匹だけだったんで、ハワイアンビートル J01 とJ11 を混ぜたマットに入れて、まあ後でラベルは管理用のラベルを貼ります。うん、これでまあ成虫までなってくれると思うから。おう、うん、とりあえずまあメスだからね、うん、どっかのタイミングでオス購入する機会があればいいけど、うんうん、とりあえず無事に羽化してきてほしいね。はい、とりあえず1匹いてくれてよかったです。よかった。うん、さあそして次ボイレアウイシカクワガタ。うわ、こっちもどうかね、ちょっと心配だけど、はい、こっちは1月7日だから、こっち来てからすぐ産卵セット組んだって感じですね。うんうんうん、でこれはベトナムのクワガタ、まあシカクワガタ、だから具志堅で言うとね、スペキオスシカクワガタとか、うん、そっち系とかな。まあ具志堅も覚えてるかもしれないけど、見た目、はいはいはい、うん、そういった可愛らしい見た目が、うん、顎も特徴的な、これぞシカクワガタ系、いいっすよね。うん、あのフォルムやっぱかっこいいから、うんうん、その四角ワガタ系で無事に産んでくれてればいいんだけど、見た感じはね、でもね、こう材を入れてる、あれ待って、お、いるいるいる、ここわかる、見えないか、でも大きさがちょっと想像できねえな。ちょっとね、これ1月7日で大体2ヶ月、まあ3ヶ月2ヶ月半かぐらい経ってるんですけど、幼虫になってから1ヶ月半ぐらいだね。だから期間で言うと1ヶ月、うんうん、卵が一番大きくて1ヶ月半だから、1円玉弱って感じかな、多分サイズ感は。はいはいはい、うん、でここ幼虫がちょっと見えないかもしれないけど、幼虫が通った跡あるからいてはくれそう。いや、とりあえず一安心。うん、でこことかね、産卵剤が削られて出てきてる跡があるから、ちょっとね、さっきの綿型よりかは期待できるんじゃないかなとは思うんですけど、こことかね、うんうん、ちょっと明らかに色味が違う場所あるじゃん、うんうん、黒っぽい場所に、まあちょっと木くずの感じ、はい、だからもう削って産もうとしてくれてるっぽいんで、こっちの方が期待できるかもしれない。とりあえず1匹いたっていうので安心ですね。はい、さあ上見てみましょう。いきます。はい、上はもうこんな感じ、結構すぐ星になったかな。あ、うん、1ヶ月半ぐらいだから、オスメスがここに、あ、まあメスだけだったんだけど、入れたのメスが星になって1ヶ月半ぐらいは経ってるから、だから、まあ、全部卵とかはないかな、ちっちゃい幼虫とかいるかもしれないけど、で材は2本ですね、こっちとこっち。はい、さあ行きます。どうでしょう、後ろはいないか。さあでもマットにいたね、とりあえず1匹いきます。どこ行った、さっきの子は。あ、これだ、ここです。ちょっと一回外してみよう。あー、でもなんかあんまりゴロッとって感じではないか。うんうん、とりあえず材を置いといて、とりあえずいてくれました、ここ。はい、あー、よかったよかった。おー、ちっちゃいね、まだ。はい、うん、いや、よかったです、無事にいてくれました。はい、綿型とはもう比べ物にならないね。綿型の成長ってすごい早いイメージ。うん、この3ヶ月ぐらいしたらやっぱ一気に大きくなるから、はい、これまだ1ヶ月半ぐらいだからね、立ってて、まあ、でも十分立派に安定してる。いや、よかった、とりあえず1匹です、うん、さあどうでしょう、材から出てきたタイプなのかな、もしかしたら。あ、だといいですね。そうね、だから材の中にいてくれたら嬉しいけど、でもマットに産んでくれるんだったらね、個人的には一番そっちの方が嬉しいけど、材を用意するのって結構、まあ一工程、二工程増えるから。でも四角はね、スペキオス四角ワガタもそうだったけど、やっぱ材に産んでる傾向があるから、うちで言うと、うん、うん、やっぱ材は必要なのかなみたいなところではあるんだけどね。あー、でもいなそうかな。でもいないね。卵とかもないかな、さすがに。多分さすがに幼虫だとは思うけど、ちっちゃい幼虫とかね、いるかもしれないから目を凝らして
いやでもいないかな。いやもう財か、財の中にかけるしかないか。そこのここの土とかがこうまとわりついてる、こことかにいるかもしれないけどね。あ、ここに直根があります。これがもしかしてさっきの子が出てきた後かもしれないけどね。こう見た感じは結構財はかじってるかな。ここら辺とかも結構かじられてるから期待していいんじゃないかなとは思うんだけど、あ、こことかもちょっと一回ほら、ここら辺も結構空いてるね。食根結構あるぞ。これ期待できるかも、もしかしたら。ちょっとこっちも確認してみようか先に。あ、こっちもかじってはいるけど、さっきみたいに一本目みたいな食根がこう出てきてるみたいなのはないね。うん、あ、でもあんまりかじられてはないけど、あ、ここか。びっくりさせないでよ、そんな。ビビるって、そんな気合い入れた、あって言われても。言いました、言いました、中にいます、ここに。はい、うん、これは、いや、素晴らしい。財にいるかもね、やっぱ財に好んで産んでくれてるかも。ちょっとこれは期待できる。よし、じゃあこっちからまず割っていこうか。こっちの方が食根は少ないから、とりあえず幼虫を救出します。いや、いたね、とりあえず、うん、ちょっとでかそうじゃなかった。どうだろう、ちょっとドライバー使いましょうか。はい、僕はこのドライバー一本でお前は飯食ってけって言われたんだよ、父親に。大工のせがれじゃないんだから、ね、ああ、そうか。大工のせがれでも言われないと思うけど、ドライバーで。ごめん、これはゴルフとちょっとごっちゃになってたわ。なんてね、笑いのホームルイン、ワンワンワン、いざしゃぶずれてたずんとけども、あ、これ、ちょっと、ごめんごめん、ごめんね、ごめん、あの異国語で言っちゃった。いやいや、笑いのホールインワン、うらじゅうじゅうもん。あ、そんな結構ワールドワイドな。そうそうそう、俺バイオリンガール、あ、バイリンガールだから。なんて性別も変わっちゃって、はい、笑いの方を奏でさせてもらってますが。難しいね。いや、よかったよ、とりあえず2匹目がいたのはでかい、嬉しいね。あとはまあ慎重に、ちょっと硬いから。硬いっすか。ちょっと慎重に行こうか、まだ他の子もいるかもしれないからね。あ、ここちょうど硬いな。ちょっとゆっくりゆっくり、焦らない方がいいんで、こういうのは。お、出てきてます。幼虫にぶつからないように気をつけて、周りを、幼虫の周りを開けていくイメージ。お、来ました。おー、素晴らしい。うんちもしちゃって。おー、結構ちょっと、おー、来ました。素晴らしい。おー、立派。さっきの子よりちょっと大きいかな。うんうんうん。お、いいね。いや、よかったです、2匹目。おい、これちょっと財期待できるかもよ、もしかしたら。うんうん、これ入り込んできた感じが強いけどね、隣の財とかから。おー、さあどうでしょうか。こっちはあんまり食根が見られないから、こいつ以外はいないんじゃないかなと思ってるけど。いや、でもこう確定の穴でしたね、素晴らしい。うん、材自体は悪くないけどね、柔らかい。ちなみに肉薄刃材を家で使ってなかった、肉薄刃材だから、まあ5ヶ月ぐらい、半年ぐらい放置してた肉薄刃材を使って産卵セットは組みました。食菌肉薄刃材ですね、僕が普段オークワとかに使ってるやつ。もう結構5、6ヶ月経ったらすごい柔らかくなってくるから。でもその瓦材とかよりかは硬いし、なんかすごいちょうどいいんで、コクワガタとかにその半年ぐらい経ったやつは使うようにしてます。あ、でも硬い、これはいなそうだな。うん、これはもうこれで放置しとこうかな。一応もしかしたら幼虫いるかもしれないから、これはこれで残しとこう。あ、硬い。おい、ちょっと待って、ここも一応穴開いてるから、ここだけ。あ、でもいないね。うん、いないです。うん、はい、とりあえずこれはこれで終了。あと1本、こっちの方がね、ボコついててちょっと中の空洞感感じるから、うん、こっちの方がいるかもしれない、もしかしたら。よし、じゃあ行きましょうか。こことね、こことこことか食根が結構あるからね、ここら辺とか期待できるんじゃないかなと思うけど、ちょっとこっから。あ、柔らかいわ。あ、待って、あ、いました。おお、素晴らしい。いました、いました。おお、すごい。待って、これ結構食根あるからいるんじゃない。どうだ、ひとまず。おー、素晴らしい。いや、よかったよかった、はい、しっかり育ってくれてます。3匹目。おお、ここら辺しっかり食べてるね。こっちにも空洞あるから、もしかしたらいるかも。さあ、綺麗に割れるかな、ちょっと割ってみます。あ、割れないか、ちょっと待って、こっち側硬い。ああ、やっぱドライバーすごいな、簡単に割れる。さあ、いきます。何これ、
おお、いたいた、やったよかった、いないと思ってた、いない時の雰囲気作ってたわいや、よかった、いてくれました。はい、ありがとう空気読めなくてありがとうな。なるほどね。うん、幼虫はいた方がいいんだから絶対。いや嬉しい、綺麗に、素晴らしいです。どんどん大きくなって、確かにね、綺麗に鯛の中の子の方が成長してたね、今結果だけ言うと。あーでも意外ともっといる感じしたけど、どうだろう。お、あ、ここも空いてる、いそうなんじゃない、ここ空いてるね。お、お、違うとこの幼虫もいた。あ、よかったよかった、お素晴らしい素晴らしい素晴らしいです。すごいすごい、よかった、ちょうどいないとこを割ってただけだった。あとは材を割るのがね、本当に嫌、苦手、普通に。これしかも柔らかいな、なんか変に柔らかいわ、柔いとこと硬いとこがこう混ざってるからすごい割りづらい。さあ、あと1匹ぐらいいそうな気するけど、こことかね、穴開いてるからいるんじゃないかと思ったけどね、どうだろう。あ、動いてるな、てかここほら、はいはい、あ、そんな感じ？動かなくなっちゃった。いやいや、それやめ、いや、何やめてよ。天の邪魔。こう、ここいるね、確実に。ちょっと、あ、来た、行くよ。あ、まだ見えないか。あ、でも動いてるね、ここ。結構奥にいるね。お、見えるかな？真ん中。うん。結構芯寄りの場所。比較的硬い場所。行きました。行きます。はい、おー、素晴らしい、よかったよかった、いました、すごい、素晴らしいです。いや、よかった、とりあえず5匹、何匹かいてくれたかな、ちょっと数言いそうになっちゃったけど、まあ別にそこそんな待ってないよね。でも5匹ではない、いや言っちゃったよ、いやなさそうなさそう、うん、5もいない、うん、確かにね、そんないる感じしないもんね、うん、あーでももういないかな、あれこれ18時間割り出ししてるけど、すごい手間かかってるね、お互いの握力強確かに具志堅はカメラを持ってるからね、うん、視聴者の方はピンとこないだろうから俺が補足させてもらったけども、ハブ酒飲んでるからね、ほーって具志堅がほーって言う時は大体ハブ酒飲んでる、ハブ酒かテキーラハブ酒のテキーラ割りの時もあるなんで足りてないんだよアルコールが。あーすごい、材が硬いな、なんか材が硬いってか、なんか変な硬さ、硬いとことやばいとこの難しそう、勝手が悪い。あ、でもいなそうかな、もう、うん、もう死んだもんね、ここはね。あー、そうですね、はい、オッケー、これで終了です。えー、いや結構いてくれた、一時はどうなるかと思ったけど、とりあえず一回これ戻しましょう、いきます、せーの、はいはい、ということで別ケースに移し替えて、まあな、放置する用のケース、これに移し替えて産卵セットのラベル貼り直して、で、まあまた思い出した頃に再度チェックしてから処分します。幼虫もちっちゃかったし、うんうんうん、はい、ということで結果ですね、このボイレアウイシカクワガタ結果、なんと6頭です。おー、はい、5かと思ってたけど6マスあった、超えてきた。いや、よかったよかった、その目標こそね下回ったけど、うん、うん、結果的に両方いてくれたし、それが何よりだね。あー、ごめん、俺今 マスク外してるから喉バナナ見えちゃってない、大丈夫。いや、喉チンコなの。あ、そうか、なんで喉バナナって、みんなはそうか、喉チンコなのか、俺だけか、そのそこバナナが生えちゃうの。すごい、いい匂いしそうだな。いや、怖えななんてそのその思考回路怖っバナナあるんでしょ、そこにうん、そう、だからフルーティーじゃん。そう、だからヘラクレスがたまに飛んでくるバナナトラップ、そう、バナナトラップで、人間バナナトラップ、そう、人バナでいや、知らないです、やる仕方は。いや、でも6匹いてくれてよかったです。はい、うん、いや、マットにまず1匹いてくれて、結果的にやっぱ財に産んでたね、うん、トータルで考えると、はいはい、この1匹に関してはもしかしたら、どうだろうね、普通にマットに産んでくれたかもしれないけど、財の方が今回でいうと好んでたっぽいんで、やっぱ財は入れてた方が無難かもしれない。で、まあ6匹いたから、類代もできそうだし、オスメス分かれてくれると思うんで、うん、また羽化してくるのも楽しみかな、だね、うん、で、この6匹はまた禁止瓶に、動画外で移し替えていこうと思うんで、また次この子たちが登場するのは多分羽化掘り出しになるかなと思うんで、来年とか来年のこの時期ぐらい楽しみにしててください。だから2セットの合計でいうと7頭って感じになりました。
うん、はい、ご試験的にはどうだった？いや、2セットとも、うん、なんていうんですかね、思い描いてた数は取れなかったのかもしれないですけど、まあまあ、うん、ゼロじゃなかったっていうのが、特に人、ケース目、メイン型、クワガタの方も、うん、でも幼虫もなんかすごいプリプリしてて、そうね、もう育ってくれて順調そうな幼虫でしたし、うん、でなってくると、なんか何が合わなかったのかっていうのも逆にまあ難しくなっちゃうっちゃなっちゃいますけれども、相性があんまり良くなかったのかとか、どうなんだろうね。でこれの原因の追求の仕方が、そうだね、まあ、数が少ない時はそうなっちゃいますよね。まあ、うんうん、まあ、その産卵セット、まあなんかが気に食わなかったのかもしれないし、うんうん、あとはね、やっぱ不可解な部分で言ったら真ん中で、幼虫が欲しいなってたのとかね、やっぱあれはね、まあ、たまにあることだけど、原因が何なのかっていう、その、まあ、酸欠とかではないだろうし、ただ酸欠とかもあったりするから、うん、そういった部分とか、なんかいろんな原因あったんだろうけど、やっぱあれもね、早めに割り出してた方が良かったんじゃないかとか、まあ、たらればになっちゃうけど、とか思っちゃったりもするけど、まあ、そんな中で一匹ひとまずいてくれたっていうのが、まあ、やっぱありがたいね。どっちも面型クワガタも、うん、シカクワガタも、うん、なんかまあいわゆる大クワガタみたいな、うん、黒くて、うん、いわゆるみんなが思い描くクワガタ、王道のクワガタというよりかはちょっとずれた、うん、そうね、僕も昆虫ショップ行った時に、うん、まあ大クワガタとか王道のクワガタも好きですけど、うん、そういうなんか色がついた、うん、で形もちょっと不思議な形のクワガタ、うん、ウカ掘り出しの時でもすごい魅力的なんで、うん、まあこれが羽化まではまだまだ時間かかると思うんですけど、うん、綺麗に羽化したところも見てみたいですね。あ、そうね、うん、やっぱインパクトあるしね。そう、綺麗だったりするから、はいはいはい、そこで言うとね、そこもまた具志堅と羽化、うん、掘り出しも、あ、あの時のあいつかってなれるように、うんうんうん、ちょっとまあ無事にすくすく育ってもらうのを祈って、その時まで待ちましょう。はい、そんな感じで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。